stop, we will not rest this flow. パレスチナ問題はトランプの犯罪、触れないわけにはいかない。トランプは最もイスラエルべったりだ。トランプはエルサレムをイスラエルの首都と認定し、米大使館を移転させた。トランプは歴代の大統領とは違うことを売り込み材料に使う。選挙の戦略が第一の男だ。トランプは口先じゃないと言って大使館の移転を実行。2018年の中間選挙を有利に展開しようとしたのだ。トランプにあやかろうと考える安倍晋三、自分の意見など全くない男だ。安倍はネタニヤフと一緒に写真に収まり、俺は偉いんだとみんなに自慢した。こんなバカなことが続き、トランプ以降、アラブ世界の空気は劣悪。それが爆発したのが2023年10月7日のハマスの攻撃。それでイスラエルは即ガザを空爆した。イスラエルの攻撃は国際法を違反して激烈になっている。ガザのシファ病院では新生児が何人も亡くなっている。見るのが辛い、ね。